スタートをちゃんと持ち替えて、これでボールは増田がカット気味に行きましたが、マシンもありました。スタートだ。すぐ走ってきた佐野、これは盗塁成功。ここは持ち味をまずいろんなスタートを切っている。さあ宇佐美はタッチできませんか。盗塁成功、ランナースコアリングポジションに移動。今季8つ目の盗塁です。佐野ランナースタートを切った佐野、森は送球しない。盗塁成功、2、3塁です。完全にランナースタートを切った佐野、というのもある。ランナースタート、盗塁決まりました。ランナースタート切った、投げられなかった、決めてきました。あれだけ警戒されて、ランナースタート、高いバウンドは抜けていきました。一塁ランナー一気に三塁に行く。ここは叩きつけて、おーおお、それを見てランナーが帰ってくるぞ、帰ってくるぞ。ホームインです。マーティンのところでちょっと手につかなかったか。一気に一塁ランナーが帰ってきました。さあここでスタート切ってきました。ひょっと流れてしまったがタッチはできません。ボールをこぼしてしまいました。平沼盗塁成功、今シーズン16個目、16盗塁マークしています。スタートを切った。このタイミングで森がセカンド送球、頭からいった、盗塁成功。 T 岡田うまくバットを拾いました。三塁ランナー佐野はホームに戻ってきます。俊足を生かしてオリックス1点を先制しました。右打ち1ミリ間破った。さあ俊足の佐野、福田周平との肩の勝負、スライディングセーフだ。 T 岡田はセカンドへ向かってセーフだ。 T 岡田今日3打点、その裏には佐野の俊足。ランナースタート、ボール判定、頭から飛び込んでいきました、盗塁成功。佐野は今シーズン8つ目の盗塁をマークしています。流動的なオリックスバファローズです。左中間だ、真ん中抜けていく、俊足の佐野、走ります、走ります、三塁へ向かっていく、スリーベースヒット。佐野の足、魅力いっぱいです。2球目、1、2塁間、深い位置、浅村、1塁送球に、バックホーム、どうかない、ホーム、セーフ、ホームイン、サムナシが勝った。吉田も3塁へ、7対6、あの辺りで佐野がホームをついて、ホーム、セーフ。ランナースタートを切っている、佐野、盗塁成功。今シーズン20個目、盗塁成功です。ノーアウト2塁です。まあ一応